次第あーじゃまかせるか。<laughs> <laughs> ああ<ー> <laughs> よし 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした9番のプレイヤーは発言してくださいはいお願いしますそうですね特に盤面の進行論はありません2週目でどうなってるかしたいですねチャンネル YouTube チャンネルで、ね、ございますこちをおくのはまずは、えー、雑な黒木 そして雑な白木。この二つに関しては、注意払っていこうと思っている。えー、まあ雑な黒木っていうのも分かるよね。何番が黒い黒いって言うけど、その正当な理由がなければ、それはおかしいってのは指摘だし、そして雑な白木。なぜかというと、狼っていうのは、えー、白い血が分かってるからこそ、白木ができるんだよね。その白木の理由、例えば盤面で白いのか、発言で白いのか、何か白い要素を特に上げずに白木する場合があるから、そこは注意しうこうと思ってる。 そして、白気された人間っていうのも気をつけてね。ただ、評価意識にされているのか、本当に自分が知れるかっていうのはちゃんと考えてください。では、2周目、しっかり伸ばします。1番のプレイヤーは発言してください。はい、さいはい。そうですね。9番の印象は僕は結構いいかなと思ってます。えー、っと、進行論で、まずおかしいところは何一つなかったと思うし、説明もすごくわかりやすかった。うん、2周目以降、めちゃくちゃ期待かなと思ってます。村だった場合。 そうですね、自分はまあ、うん、基本的に逆精査とかしないんで、普通に表精査、ほぼ重視でいくかなと思ってます。なんで、えっ、ー、と、芯でも出現するから、そこの新要素拾えやとか意味、意味不明な発言グレーでしてて、狼だったらそれ言わねえだろうとかそ、そこで村を要素拾えやとか言われるのは、僕はそういうの拾えないんで、基本的に。 まあ、たり、まあ、普通にやってほしいかなと思ってますので。それ特に、はい。それぐらいかな。僕は九番については、別に印象いいです。はい。うん、終わります。二番。のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。そうですね。九一どっちも印象自体はいいかなと思ってますかね。まあ、一番さんに言うと、九の進行論ではなく、まあ、九番さんの思考開示というか。 こういう考え方をしますよっていうところだったので、まあ、別に進行論ではなかったかなっていうぐらいしか特に気になる点も何にもなかったかな。一、まあ、番さんの言うとおり表整理重視で基本進めていければいいかなって思ってますね。例えばここで2番が1番9番に「いやそんなことねえよこいつら狼かもしんないぜ」って言ったところでじゃあ3番さんが2番が狼だったらそんなこと言わないでしょみたいなのも確かに。 あんまり好きじゃないなって自分も思うタイプなのでまあ表推理でいければ勝てれば一番嬉しいんじゃないかなと思ってますあとまあ占い師が二洋になったらこれは九番さん言うなと言ってたけど二洋になったらしっかり切磋できればなって自分は思うタイプです三番、うん のプレイヤーは発言してください。はいおはようございます。占い師です。六番さん白です。把握してください。六白です。九一二番さんに対しては特に何もなかったが、若干二番さんが一番さんの九番さんの発言が進行論ではなく思考開示だっていう点が気になったんだけど別にそんなのはどうでもよかったかなって思ってしまった。<laughs> そのくらいで九一にどれも同じくらい同列ですね。色味ないですって感じかな。 で、えっと、役の進行はどうでもいいです。カリドさんは伏せたいと思ったら伏せればいいし、ただ、例の人は出てくださいってくらいかな。別に2週目で後出しで出てもいいし、1週目の段階で出てきてもどっちでもいいです。ただ、出てきてくださいってくらいですかね。以上、はい、おしまい。4番、のプレイヤーは発言してください、はい発言します。そうね、まあ、大手すいでいこうという発言がやっぱり大変をしめてるけど、まあ、気持ちはわかる。 わかるんだけど、例えばね、この表推移をして、9番さんは色落ちなし、2周目以降でしょ、1番さんも、まあ逆精査はしないんだったら、例えばね、まあ逆精査をするようだったら黒くなるし、2番さんも、うん、まあ9、1の印象はつけられないよねって、こういう感じでさ、表推移でやっちゃうと、結構色落ちない村になっちゃうなというのがね、最近やつと思うんだけどね。だから結構ね、色はつけてお,おきたいんだよ。どこ怪しいか。うん 自分は1の,その表推理でやっていくっていうのは人害に利用されやすいかなと思ってるんで落としたいならね無理やり上げるなら1をついたいというところ、まあ、3に関しては対抗が出てから成長するわ5番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いします村人陣営です、うんうん、無理に色つける必要ないと思うけどね表推理だって、うん なんだで叩くのは太だと思うんだけどねだから9124の中で言うと4番が一番印象悪いかな一番印象いいのは9番かなまあ番ってだから色落ちはないんだけど正直9番さんがえっと無駄雑な黒塗りより雑な白塗りの方に焦点を置いた方がムラっぽいなと思った、うん、人外って結構雑な白塗りはフォローできなくなるからね っていう感じですね。占い師の3番に関しては、まあ別に今のところ歌うところはないんだけど、ただ、例の西洋だった場合とか誰も言わないんだな、ね、と思ってるけどね、進行論まあ俺は例の西洋だったら、やっぱり釣り切りが一番、あ、22番目だったらね、釣り切りが一番安定だと思ってるけど、うん、やっぱりね、精査できないから例のって。6番、のプレイヤーは発言してください。あっせ、特にしようないです。 ほぼ、まあ、ほぼ5番と意見は似てるけど、9番の部分で白く,白く感じたっていうか、かなり印象がよく感じたところっていうのは、まあ、みんな言ってないけど、白浮きされた人は気をつけてねっていう発言が、相当村を気遣ってるような感じで、村勘定に覚えたけど、これは。うん、わかる白浮きされた人は気をつけてねっていう、その発言だけがめちゃくちゃ村勘定に感じたから、だからそこで印象はめちゃくちゃ良かったかな。まあ、進行論だからね、いつも言ってることかもしれないけど、ね、2週目以降の発言で色はつけたいと思っているが、印象はかなり良かった。 ぐらいっすか印象良かったろって9番。まあ、それと5番、5番も思考的には似てるかなって感じですかね。1、2ってのは特に印象付け方いいし、4番ってのはその無理やり1が釣りたいっていう、それは、まあ、盤面動かしたいがための発言かもしれないけど、そこまでいらないかなって思ってるから。ぐらいっすかね。1丁。7番のプレイヤーは発言してください。はい。c うないですね。だから8番さんで出そうだね。 ななのかなえー、っとそうっすね9番さんの,あの自分が本当に白いのかどうか考えてほしいっていうのはすごいねあ確かになと思いましたね客観的に見てどうなのかっていうなんかその白いって見られてやっぱ嬉しいと思っちゃうからね思いましたねで5番さんと同じように、うん、まあ頑張って色をつけようとしてる姿勢は評価はできるがさすがに雑すぎるから4番の印象が悪いっていうのは5番さんと同意かな こ,こぐらいかなちょっと番面確定しないと何とも言えないね。いらないし、3番だけ、1人だけだもんね。また番面確定してから喋りましょうかね。はい。そこ,こですね。8番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師ね。ランダム白は2番さんね。2番さんに白が出ました。なんか9番のこと、なんか印象いいって言ってるやつ多いけど。 いや別に良くはないからね。吸盤ってあの雑な黒塗り白塗りしたところをなんかあ黒塗りする準備しとんかなって俺そういう風に聞こえたけど。あまあ、だからなんていうかな。吸、う、盤、ん、って人外でそうやって雑な考察してるところを叩く準備をしとんかなっていう感じに俺は聞こえたから。 ああ9番って普通に人外だと思うしうんまあそこ1番が9番印象いいって言ったのも気にくいあ三3番の偽要素は約どうでもいいって言った割に例のは出てきて勝てなそうだな 9番のプレイヤーは発言してください。はーい。映像出てくださーい。映像は出てくださーい。出ないっすかじゃあもういいや。仮色仕しおう。あお、1番さんが出てくるのは助かるな。借りるだけ出して映像は出ないっすかは。まず占いから言うと8番は絶対偽かなと思ってるかな。8番視点で別に俺が陣外かなと思ってたらどうでもいいんだけど、その場合って、 5番と7番が新象いいってその精査は8番の精、どこいったの ?8 番の新目って1%超えないかなと思ってるかな。うん、で、まあ、5番7番に関しては、俺の視点でいえば新象がいい程度だけど、まだ色が落ちるかどうかっていうのは分からない。おそらく5番7番の段階で売れない精査もしないし、ね、分からないかな。 4番に関しては、あの段階で言うならば、1番と2番が、なんだろう、表推理をしてこうぜって話をしているんだから、4番の段階で釣りたいって、1、おは2にならないかなって、そこだけ気になったから、4番に関してはね。4番ってそういうことあるし、かつおかしなことを言ってるから、5番と7番に叩かれて、4番って相対的に印象悪くなってるっていうのが印象かな。うん。4番がこれか、そういうのは知らないけどね。 このまめだった場合って、まず釣り地は4かなと思ってる。ただ、5番7番っておそらく2周目、この占いの真偽さついて、そこからの先だと思ってるから、5番7番の色に関しては俺には分かりません、ね。では、1番さんどうぞ。1番のプレイヤーは発言してください、ね。さいはい。まあ、自分も占い師に関してはほぼ3番が真で、8番が偽かなと思ってます。8番の9番は法人外という要素が。 ん雑すぎるし、まあ、それは裏でしかないと思ってるけどね、その9番が、えー、と雑な精査をする村に対して黒塗りをしようとして準備って言ってるけど、それって雑な精査をしてる村が悪いと思ってるけどね。あのー、その理由で9がほぼ人外っていう理由にはならないと思うけどな、8視点で。だからほぼ8に正だと思うし、霊能が潜伏っていう手段を取っているんだったら8釣りでもいいかなと思ってるけどな。 なぜ出ないんだろうと思ってるから。ああ、多分結局はこの後の流れで多分、えぶ、ー、とみんなが比例すかせて、例のは出ることになると思うけどな。<laughs> まあ。うーまあ、例が出ないんだったら、まあ僕はほぼ占いに護衛寄せるかなと思ってて、8万は相当頑張らないと、自分の護衛は入らないと言っとくよ、8万。 うーんいや4番に返しておくけど、自分が人外に使われるっていうのはどういう意味で人外に、自分の進行論っていうのは表推理を重視するわけだから、普通に人道をもう頑張って考察しないといけないわけだから、人道は手抜けないってことなんだけど、なんで人外に利用されるんだろうどういうことって思ってんだけど、まあ説明して納得したら別にいいかなと思ってます。はい。 まあ、9番は2周目でも普通に待っとうかなと思ってるんで、まあ、つーチじゃないかなと思ってるぐらいです。はい。<laughs> うーん。まあ、例が潜伏の手段を取ってるんで、占い釣りが最善手かなと僕は思ってます。はい、以上。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さい了解です。じゃあ、8、新切り進行で8釣りでもいいと思います。 私もぶっちゃけ蜂が死んだったら結構自分が疑われ地に入り、入りそうなので嫌かなって思うので、蜂釣りでもいいかなと思ってます。グレーに関しては、まあ9番さん2周目でもよく,よく分かんなかったっていうか、まあ普通の人だなって思ったけど、発言でまあ別にグレー釣りからするんだったらどこでもいいが、気になったのは、ぶっちゃけ7番さんの、まあ、もし蜂が黒だったとき、7番が狼だったときに、 8で出そうっていう発言とあと11なのかなって言ったから、まあ、9番も比例能を使かしてるんで私も比例能なんですけどもし多分オオカミからしたら11なのかなっていう発言って7番が霊能とかじゃないと出ないような発言だと思うし31回避されたとしても<ん>噛まれる懸念があって強人が飛び出してきたらもしね 乗っ取られるる可能性もあるんじゃないですかだから別に狼目でも使用しないんであれば7でもいいかなって思ってるぐらいかなまあこれは仮に8が死んで3が偽だった時もかねての狼一1としての発言からでもあるんですけど。 <ダ>メ <laughs> まあ別にだじゃあ仕様特にないんだったら一応グレーチは7と提出しておき8に投票しますねねの出てこないんであればはいぜひ三振だと思ってるんで2番を確証にしていただきたいです頑張ります3番のプレイヤーは 発言してください。はい、おはようございます。直近の2番さんが7番さんを指定に入れた理由っていうのが薄いかなと思った。7番さんっていうのは最終位置の、えー、と 2, 2人目で8番以外のも、えー、と人間がいない中、7番さんは8番さんが霊能が出たら11ってなる想定をするのは普通じゃないかなと思った。7番さんが人外であろうと人間であろうとその発言は出ると思ってるから、2番さんの7番さんへの指定のその理由の上げ方っていうのはかなり上げ足かなと思ってしまったっていうのが1個。<laughs> えっと、で、えー、っと、鉢取りで全然構わないんだけど、これでめんどくさいのが、鉢技が強じで白度が落ちましたって場面ね。一番めんどくさくってなーって思ってるんだよね、個人的に。うーんって思ってるんだけど、で、鉢技に1個言っとくと、3の偽要素で、なんだっけ、どうでもいいっつったけど、例のに指示してますよねって言ったんだったら、あなたは何も指示してませんです、ねめいれれれ。何も指示してなくないっていうのを返しておきます。 ただ、七番さん、えっ、ー、と、二番さんは理由が別で、七番さんに一個引っかかってるのがあって、七番さんっていうのは番名が固まり次第発言しますって言ってたんだけど、七番さんの位置で、えっと、二周目で発言されても、私、一周目の七番さんの考察でしか考察ができないのでっていうのが一点あるかな。だから、七番さんの色が完全にわからない状態ですね。で、えっと、四番さんに関して、四番,番,番さんは一番さん、一番さんはわからないですうーん。 えっとね、5番さんが4番さんに指摘したのはいいんだけど、それに続いて七番、えっ、ー、と、6番さんは自分の白なんでどうでもいいですと外します。で、7番、それなんだよね、結局7番さんに気になってることはあるんだけど、結局便乗っていうのと色が見えないっていう点かな。2点上げときますくらいかな。5番さんに関しては特に引っかかることがなく、9番さんに関しても特にないです。今のところって感じかな。以上。4番のプレイヤーは発言してください。3>, うーんまあ、3番さんに気になるのは、 8がね、強靭だったらめんどくさいなって言うけども、どうみち神経進行なんだからさ、8に白出たところで、3は釣らないんじゃないのそういうのは進行8ついっていう感じだと思うんだけどね。二、まあ、番さんが黒すぎには同意だわ。二番さんさ、あなたが8をに切るんでしょだったら3の占い値はあなたじゃなく、別の方に寄せてもらわないと。あなたが白だと言うんだったら3の、3が死んだと思ってるんだよね。 だったら、あなたを占ったところで何、あなたの、あなたみせんのグレーって全然広、あの、狭わんないんだけど。ぶっちゃけには黒かなと思ってるけどね。もしくは、蜂、狼、いい狂人とか。う,ん,うん。まあ、例にハチの色を見てもらって、まあさんさん、三、三、三進行かな。ま、あ、そうね、ハチの意見を聞きたいけどもね。 一番先に答えておくと、例えばね、あの表推理としますって言っちゃうと、自分は結構表推理普通にね、楽なんだよね、人狼からすれば。だからね、普通にね、表推理だけしとけば、誰か分かんないなでしょ。どれか、誰が人狼なのかって。だからあんまり表推理って宣言しない方がいいと思ってるのよ。いや、逆推理もしますよ、自分はあの表推理もするけども、逆推理もしますよって言った方が、人狼って動きにくいのよ。 分かりますこの理論。まあ、これはかんちょっと考え方の違いかもしれないけどね。うーんまあ8釣りなのかね、読めてもらってって感じかな。あと多分ね、8がオカメの時は自分のあのー、オカメない,ないでしょう、ほぼほぼ。567で自分がね、印象悪いって言ってる中、84だった場合って自分に囲まない自分の釣りが濃厚だからね。まあ、これだけ言っておきますわ。5番のプレイヤーは。 発言してください。まず4番さんに言っとくと8の芯切り進行するっつったって8に白出た場合ってどうしても3番釣らなきゃいけなくなるでしょだから3番の言ってることはあの村目線で8の芯で白出たから強靭だねなんてはっきり言えないだ今日これ4釣りがいいと思ってるけど4釣っててか 8番の意見をさ、2週目の意見一切聞かずにさ、8刷りってよくできるな、みんなって思ってるけど、うん、今の時点では3、8で言ったら圧倒的に3の方が欲いんだよ。8番の 3, あし3の新下げ要素が意味わかんないしね、えー、なんだっけ、役は任せ,任せますって言ったくせに霊能について話したのが、それって人外要素なのって思ってるし、あと9番へ、えーえー、の叩きも人外だって確定してる理由が薄すぎだしね。 うん、だから単純に今気になってるのが、まあ8、2とかね、うん、なんじゃねと思ってるけど、まあでも、4番さんの今の発言もちょっと気になるんだよな。うん、だから俺、単純に4いきたいかな。で、占い,に占いは、これ俺が指定するのもなんだけど、クロス占いするべきだと思うよ。だって、あの2番さんの7投票、7つってっていう視点はちょっと違和感があるから、やっぱり、うん。って感じですね。9番は20万もやっぱり白いなと思ってるけど。 今のところ八、うん、番さんの一応残念シーンもあるから正直2周目の意見も聞かないで8釣りっていうのはできないね八番さんが2周目でよっぽど黒かったら8釣りでもいいけど、うん、でもどちらかというとグレー詰めてから明日、えー、38精査今のところは俺も8に行く予定だけど、うん、そっちの方がいいんじゃないと思ってるけど。 うん、で、霊能に関しては、俺も圧倒的に出るべきだよと思ってますけどね。そんな感じです。以上。6番のプレイヤーは発言してください。まあここまでさ、比例能を透かせられてるんだから、絶対に出た方がいいと思うし、そもそも8の新ンキリするんだったら、今日8する必要って全くなくて、グレー詰めて3の占い幅を狭めるべきだと思うけど。って思うんだけど。 俺も3の方が死んだと思ってるから、3の占い先が俺に刺さっていることから、俺のグレー、3が死んだった時って、俺からも相当グレーが広いから、俺からもグレーを詰めて、3の占いを狭めたいなって思ってるけど。だから、2も4もおかしいんだよな。8のシ切りする、シ切りするって言ってるのに8から行く。その思考が俺は全く理解できない。8のシ切りするんだったらそもそもグレーズルめじゃないって思うから。 8なんか明日すればいい話じゃん。だからそういった点で5番とは意見があるなとは思ってるんだけど、5番って4番行きたいって言ってるからね、あ,のあと2番はみんなも言ってるけど、ほぼほぼ人外かなって思ってる。あの3番が言ったけどその、3番から占ってもらいたいみたいなことを言ってたから、結構狂人っぽいなって思ってるけど、霊能がいないんでしょ現状。例のがいない どっかに潜伏してて、狂人も潜伏しているっていう状況だと思うから、38が神経っていうのはあんまり考えてないからね。多分ぶんだと思ってるから。まあ、あれとするなら8が狂人かなと思ってるけど、最終1だったからね。ご主人様が出てないから出る可能性っていうのはあるから。だから、占い信号で置いた場合のグレーツかもう他の狂人位ってほぼほぼ2かなと思ってるけど、3からの占いをもらいたがってるところが癖なっな思ってるから。だから別に、 8ローだったとしても28ローローってのは薄いなって思ってるぐらいですかね28ローローだった,だった場合っていうのは2番っていうのは8番を先に釣ろうとしてるから8番釣って3人に釣られたら終わりだから、ね、ってな感じですかね今日グレーズめでいいと思いますよ7番のプレイヤーは発言してくださいいやまあ霊能 <laughs> じゃないです霊能が出ないから仕方なくその潜伏してる霊能を保護しなきゃいけないのよ まあ6番さんの言うことも分かるけどだから仕方なく8をも釣るしかないっていう状態になってんじゃないのどっちかっていうと。で、えっ、ー、とー、うん、例のが <laughs> 出ない理由が全く分かんないんだけどだからそこは意見違うかなと思ったな5、6とは。もう仕方なくっていうところじゃない。で、えっ、ー、とー、5番さんの ああ、もうだから乱れてんだよな。潜伏してから、霊のが。まあ、仕方ないのかもしんないけど。まあ、8釣りで妥当だと思うけどね、私は。で、えー、っと、8、4番さんの言う通り、8釣る進行だったら、もう3はもう最後まで釣らない。3を釣る進行するんだったら、8を釣らないっていう進行を取らないといけない。から、4の言ってることは間違いじゃないから、ちょっと無理があるなと思った。5番さんに関しては。かな。 もう占いどっちが釣るしかなくね霊能が。もうそ、これ、それでシーン釣ったらもう霊能のせいだよ。そのぐらい霊能潜伏って、ムラりがないから。そこじゃないですかね。えー、っと。あ、でもそっか。6番さんは3番さんに白回ってんだもんな。28。 ローローが薄いっていうんだったら5番さんと意見違うんじゃねって思ったんだけどな6番さんに関しては。<laughs> レーナーはどういうおつもりなんだろうね。わかんないけど。感じですね。8番のプレイヤーは発言してください。さいうん。<laughs> なんかシーン切られてるけど、あのシーンだからね。 あ,あなんかこの村人が多いね。うん。ま、ああのー、えっとねー、誰だって、もう9番と4番と5番と7番と2番、いやもうみ,みんな、みんななんか芯切ってんだけど。うん。理か読だろうな、あ,<ー>あれ。ま、ねー、えー、っとねー、 三、三郎だと思ってよ。二番は、二番はね、強人だと思ってるから。二番は。う三、ん、番とかさ、なんか、俺のことを強人置きしてさ、もう俺っつったら白結果出ること分かっとうやん、三番って。うん。うん。まあ、それ、なんかな。うん。まあ、だから四はね、あ まあいいよ。うん。で、5番はね、その4からついたいって言ったから、あー。これ、例の神った方がいいのかなこの方が臭いけどね。7も臭いけどね。あーまあ、4はねあ、村だと思うよあー。うーん、5と7でしょう。あーどっち行こっかな。うーん、9はね、あのー、 あ,あ、占っとくわ。9は占う。はい。57どっちかつって9番占う。これじないな。しょあなああ、今日5番行くね。投票を始めてください。ありえんオラじゃないべえ。あとは。ありえんオラじゃないべえ。だるいよ。 8番のプレイヤーが選ばれました8番のプレイヤーは発言してください,ださいあ、4番4番例のなうんまあ、4番があの出てくれてまあ、まだましようん霊能潜伏で霊能が噛まれて俺の色があの誰もわからないっていうのがあのと ああ、やばいと思うし。ああ、まあ、4番は白結果見れるから、あのー、ま、あ必然的に僕に入れてるやつらが怪しいんよね。一二三六、ああ 1, 2, 3, でしょ、1、2、3、6。だから二番強靭やろ。ああ。一二三六六で囲われとんかな、これ。ああ。5番、四番いっとうけど あ、なん ?5 番って。うん。なんか、強人アピール ?5 番って。えええー、待って、5番強人あーじゃあ5番釣っとく。ああ、5番釣っとけばよかったかな。多分五5番これ強人じゃないのああ、5番釣るべきだったよ。ああ、5番、4番み投票して、なんか訳あけ,けんなことしてるしさ。 あーってなると4番の相方ってあーあー俺に入れてるやつが5番以外であーまあとりあえずあのもうほぼ負けだと思ってるんであとはあの頑張ってください。以上です夜が来ました 多分1は8のことを強烈に接取してるだろうな4が見かな3守るでしょいや3いくかいや4だな しか通らなそうこれ取らなかったらもう仕方ねや朝が来ました昨夜死んだのは。 四番五番のプレイヤーは発言してください。うん、俺は投票したのは速攻で四に入れたからね。占い結果は三番さん九しろ。えっとさまず。 死体ゲするのもなんだけど、4番さんに言うんだけど、4番さん、霊能だったら8つって黒が出ると思ったのかなめちゃくちゃムラリないけど、しかも釣り位置に上がって4番が霊能なんて俺ありえないと思ってたから、4投票で。多分1がスイッチで霊能なのかなと思ってたからね、それに関しては申し訳ない。三、えー、3番が9四郎ってなると俺目線、あ、黒空りも知らくしなかったんだ。3番さん。えー、3番さん何をもって、 あまあ、八の新切りだから白圧迫ってこと、うん、まあいいけど、したら俺目線は27すれば終わるかなやっぱり八はあれめちゃくちゃ強靭な動きだと思ってるから。<laughs> まあそういうふりをしてる人狼っていうのもあり得るけどね。ただ、霊能が噛まれたってことは、そっか、八郎もあり得るのか。うーん、そうだろうね。うん うーん、な、2、7ね。7番さん、7番さんもなんか気になったんだけど、ただ1周目の話で言うんだったら、やっぱ、うーん、8を釣りたくなさそうにしてた2番さんの方が怪しいんだけど、まあ俺も釣りたくないって言ったけどね。ただ7に行く理由はちょっとよく分かんなかったんだ分かんなかったからね。ああ、これで4番に投票したから俺、狂人とかやめてよ。4番の、えー、俺、速攻で4に投票したからだよ。 うーん、27発言聞いてから考えるけど、俺がさっきから変わってないんで、って感じですね。1周目の話聞くと、やっぱり2番さんの方がちょっと怪しいかなと思ってるけど、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、ほぼほぼ9の強人名って確実にないと思ってるし、まあ、8が強人であったとしても、257釣り切りでほぼ勝てると思ってるから、別に釣る順番はどれでもいいかなって思ってるけど。<laughs> まあ別に5番の4投票ってのが強人っぽく感じたとは思ってないし、ただ2番の方がやっぱり人害面はあるなって思ってるから、2番からでいいんじゃないの ?2、5、7、順番に釣ればいいと思ってるよ。木はほぼ強人ないと思ってるから。発言自体からそんなに変な要素ってのは拾えてないからね。3を死んで決め打った場合だけだけどね。でももう、初日初釣ってる時点でもう村の相違だから、もうこれは決め打つしかないと思ってるから、うん、順番に釣っていけばいいんじゃないの って思ってますが。はい。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。そうですね。6万さんの言った通り、もう8の新切り進行になっちゃってるから、まあ、これで8が死んだったら、もう4万さんのせいでいいんじゃない <laughs> 感じだけどね。もう25を詰めて終わりじゃない？ここですね。 なんか言うことあるかな。えー、っと、2番さんに関しては、えー、っと、そうだな。えー、っと、ああ、7、そうだね。私になんか意味わかんない、殴り入れてきたよね。えっと、私が、えっと、サマーさんが確か訂正してくれたんだけど、えっと、11じゃねって発言が、な,な,なんつってたか、もう理解できんかったんだけど、そこで、で、11なのかなって発言が出たから、7を釣る、みたいな発言してて。 納得できんかったのとあとはえー、っと3番えさ、ー、んさんに自分を占うように2番さんは言ってたのが何だろうな強靭に見られたい狼も全然あるかなと思ったかなどこですかね、えー、5番さんに関しては、まあ、自分でも言ってたけど2を怪しいって言っといて8位を釣りたくなさそうだからっていうのはさすがに通らないよって思ったけどね 昨日と、えっ、ー、と、昨日は私はまあ、21って考えて、21番面って考えて5番んに入れたのは、やっぱり、えっ、ー、とは、えー、自分も言ってたけど、チ釣りはできないって発言してたからね。霊能を保護するって観点がないのかなっていう。まあ、潜伏霊能はもう潜伏霊能、自己中心的な <laughs>、でも言っちゃうけど、自己中心的な霊能に合わせるしかないぐらいになっちゃうからね。ど、えー、うこですかね。ぐらいかな。 で、あとは、今日、ま、いいか。うん、今日は2個、2個、ドドラブラ。9番、のプレイヤーは発言してください。千葉さんに任せるわ。あ、俺は村だけどさ、えっ、ー、と、3万6万に言いたいけどさ、あなた3番に関しては、しんと見てるんだから、グレつければいいじゃん。俺占うぐらいやったら、つれや、初日に。<laughs> 急に切れる。 3番に関しては、ほぼあなたが新進行してるんだからさ、6番に関しても一緒、何で8番にいたのもう全然わかんない。霊能がわざわざ4番出てんだからさ、グレーでいいじゃん。黒いと思ってたなら。本当、何だろう ?2、6、なんだ、2番に、い,いよ一番わかりだからい、いけど2、3、6にいたいけどさ、なぜ8番にいたのわざわざ4番っていう霊能が出てきてくれたのに。うん。 3番のその8番投票ってのがめっちゃムラ、新っぽくない投票なんだけどね。3対8なんて人外なんて分かってるんだからさ、10日から詰めればええやん。8が強靭だろうが狼だろうが関係ない話だからさ。結構3番の新ってかなりグッと下がったけどね。まあいいけど。7番に関してってのはあまりオオっぽくないなって思ったけどな。こうやって3番新進行でいきたいんでしょ。3番7番の動きでは見えないけど、まあいい一番が決めて。 なんんかあまりセサーこの村って多分セサさできないなと思ってる。うん一番が4番ままなからとってくださいいよ。4番がなぜ出なかったのかわかんないかな。あ,ってあんな黒い地に上げられてたのに4番って出るよ。<laughs> なんなら8番釣れなかった段階で4番釣られてたみたいにしか見ないで。でかつ一番が噛まれて4番で何がしたかったのか全然わからない。<laughs> 知らないけど。ごめん、一番もう進行任せるわ。なんかあんまりわかんねえよ俺、この村。<laughs> 1番 <laughs>。 のプレイヤーは発言してくださいださい,いやー、もう基本的に進行は三振進行で取ってほしいかなと思ってるけどね、えーと、4番が霊能出たタイミングって、8番が発言終了したタイミングで,で,で出られたから、いや、自分はもうほ,ほぼ霊能潜伏状態でもう8位に投票しようかなっていう瞬間で4出られたから、もう無理だったから帰れなかったかな、正直。 あー、いやー、4、5A できねえよなー、あの、な、なぜあのタイミングで出たんだろうな、4番って。<laughs> 潜伏するなら潜伏するで、出るなら出るってなぜあのタイミングなんだろうな。めちゃくちゃ 5A 迷ったけど、まあもう、初日の発言精査で8が偽かなと思ったから、もう3、5A しました3が噛まれた時にめちゃくちゃめんどくさいんで。まあ2、5、7でいってほしいから、もう。 はい、9番に言うけども3つる余裕はないですっていう余裕というかもう申し訳ないこれで自分が4五えしとけばまだ8の色が分かってかもしれないがもうちょっとな混乱してるわマジで <laughs> うんまあ2番にはその他の人も触れてたけど2番が白であれば3番を真で思ってるんだったら自分らないって別に不要だから。 なぜその発言がで3を死んで思うんだったら人狼を見つけてほしくない ?2 視点だったら番が村であればまあそれ答えてほしいかなと思ってますはい、えー、基本的には3つる進行はないですもはいなんで3には入れないでくださいはい以上 2>, 2番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ4番さんが出る前にもう8押してましたそれだけです あと、えっと、自分が占われたいのは自分が村だからですね。津村だからです。結局、グレーに行きたくても4番が、霊能が出てこなかったらグレー行けないから、だからグレー行きたいんだったら俺は7番が行きたかったけれども、結局、能しようがない限りは、まあ8しかないって発言しか残していないと思うし、まあ三振進行でいいと思いますよ。別に地釣り飲みます。もう負けたら負けたでしょうがないかなと思うから。 道が残っても多分三振に見られると思うしだからそうなった時にもし、えっと、私の発言の後で霊能師が出てくれるんであれば別に自分クロス占いで、えっと、霊能が出た時にグレー詰められるんだったらその方が良くないですか今の発言からもし3番が偽だったとしても9番はないかなって思っていて私が7番を怪しいんだところを3番も。 7番をめちゃくちゃ擁護していたので、やっぱり7 3が偽軸だったときは、いや、普通に7ありそうかなって思いましたけどね。だから、やっぱり例のが出てくれるんだったら、投票自体は7に入れようかなって思ってたけど、ぐらいかな。それ以上でもそれ以下でもないですね。白先もらった人の気持ちがそうだっただけです。8番が心がなさす,すぎただけです。 はい、ただ言っときますがオオカミでも強人でもございません須村でございますんか3が死んじゃないともうその時点で負けになるんで私釣りに入った時はもうどれ道ち3の偽軸考察追わないんだったら地釣りを飲みますぐらいかなまあ本当に8がオオカミだったとしたらまあ7番はなくなるのかなとは思うけどねそうなった時は5番になりますかねだから三振だったら私釣ったと5番釣っ,ってください 3番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます9番さんに言われたことにアンサーするのであればグレーだったり4番さん釣り1本でしたねでも4番さんは例の使用したんでってなった場合私釣りたかったら2番さんですね結局占ってもないし釣りたいなって思ってたんですけど8番さん 1> <laughs> の白1の2番さんで票が集まらないと思ったんで、そこを8番さんに切り替えましたってくらいですかね。本当は2番さんを釣りたかったです。4番さんが無理だった場合は、そこまで言ってなかったんで、票が集まらないなと思ったんで、8番さんに切り替えました。で、今2番さんが地釣り飲んだんですけど、8狼、オ,オカ96どっちかに巨人が刺さってた場合って、2番さん地釣り飲んだらかなりめんどくさいんだよなって思ってしまったの <laughs>。あと2番さんって7番さんに攻撃をして、結局なんだっけ、5番 ななんかんだかって言ってもったっけって思って、実行がわけわからんなと思いました。で、キューバサイのは完全に白あっぱですね。ただそれだけです。っていうのを誰かに返しておきます <laughs>、うん。微妙だな。微妙だなって思いながらとりあえずにワンサーを消しますかね、以上。投票を始めてください。違う、うん、私じゃありません。何かの間違いです。3> の3神の1紙で。<laughs> pp 狙、ね、しかないね6か9が強人だったら 2>, 2番かのプレイヤーが選ばれました2番のプレイヤーは発言してください,ださいはい、八なんで、私、スてラなんで ああ8シーンだった時は、もう私、スムラなんで負けですね。一番噛まれて。本当に強人じゃないんで。多分俺、ぶっちゃけ今の発言聞いてやっぱ3、二世かなって思っちゃったけど、もうしょうがないですね。本当はグレー行きたかったです。それだったらしっかり精査すべきだったと自分でも思ってるけど、8番押してたんでもうしょうがないかなと思ってますね。はい。ぐらいしか言うことないです。まあ多分ね、多分、 今の3番を聞くとぶっちゃけ偽っぽいかなと思ったけど3が仮に偽だったとしてももうしょうがないし3に勝たせてあげていいなと思いました三振であることを信じております以上です夜が来ましした。目目ををを閉じてててくくくだだださささいい。い人人人狼狼はは開け殺これで仮面買ったらもう知,知らんけどさすがに仮面でしょ。<laughs> 朝が来ました昨夜死んだのは3番5番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、っと PP はないんですねじゃあやっぱ三振ってまあ噛まれてるからねさすがに地紙は追わないかああそっか三が偽でも ピピになんねえか、地上だったわ。え、っていうか、うーん、まあ、57釣ってくれれば、終わるけど、まあ、さすがにね、39ローとか36ローで、わざわざ地上してっていうのは考えにくいけどね、ただ、69に強人がいるのをかけたのかな。うーん、まあ、9番さんがなぜ俺に投票してるか、まあまあ別にいいけどね。 うん、まあ、もしね、3が偽で、6級で囲ってるとかいう場合は、ほんと、ただ単に4番さんのせいにすればいいわ。俺釣りでもいいっすよ。ただ、個人的には、一応ね、一応7番さんから言ってほしいって言っときます。以上です。6番のプレイヤーは発言してくださいうん。普通に順当に釣っていけばいいと思ってるけど。 はい、特に引っかかれてとかないけどな。まあ、CT なら、2円だったら今5番さんが言った6級に巨人がいる可能性って言ってたけど5番7番も巨人の可能性は十分あるから、ね、3サンの場合ね。サンガの場合5番7番に巨人がいて6級に狼がいる可能性は全然あるからね。そこだけが視点を置いてなかったかなっていう印象しかなかったっすよ。はい。以上。 7番のプレイヤーは発言してくださいもう5つって終わりじゃない PP はないんですねってど,どういう意図の発言なのって感じだしえー、っと57をつったら終わるってどういう視点なんだろう7つったら終わるじゃないのなんで自分含めてんのって感じえー、まあ5番さん俺ずれてもいいって言ってるんでじゃあ5番さんからいきましょう一応7回ってほしいって何のえー、っと6級にさ強人がいることにかけてんのかなって言ってんだったら それこそ強烈に7を押さなきゃいけないんじゃないので、えー、っと結局昨日私が問いかけた、えー、っと問いかけてはないか。まあ8を釣りたくなさそうな2が怪しいっていう理論はどこに行ったんですかね。自分も8を釣りたくなさそうにしてたっていうあれの弁明みたいなのはなかったんですかね。もうなんか投げやりになってるのかな。まあじゃあ5ここでいいと思いますね。 かなあとは、精査しても仕方ないかな。うん。もう、4が出なかったのが悪いし、あとは、そうだな、まあ、これに負けたら占いっつった村が弱かったってところじゃないキューバーさんも急に怒ってて、ちょっとびっくりしたけど。うん。だよね。くらいかな、言うことあるかな。 ままあここで終わると思います、ね、9番のプレイヤーは発言してください進行は1番が決めればいいと思うけどうんと5番,数5番7番まあい,いや567起点で言うならばどこがオオカミで見てるのかっていう精査がないんだよね例えば8がオオカミ起点で見た時って8に入れなかった人物っていうのが怪しくなるよねその場合って連係を取って7番8番のオオカミになるしね どこが狼起点って、か、あまり、なんか、せさないし、かつ、狂人があるって場合は、6番の、まず、放棄ってのが、すごく狂人っぽくない昨日段階で放棄するってわかんないし。なんかな、昨日、2番がラストルーフのあの動きには見えなかったから、2番行き,行きたくなかったけど、まあ、みんな2番行ってるんだねって感じ。いいけど。まあ、 ほう、どうだかね。三が狼で、かつじ、じがみして六へ囲えつって、っていう店もあるのかもしんないけど、多分この村じゃ追えないんだろう。ただ六番が共鳴があるから、五番七番の性質さなになるんだよね、きっと。まあ一番で分かってるよ、そこら辺は。ちなみに俺は狂人でも何でもないけどね。ただ五番七番で言うならば、 その共鳴探すんだったら結構6番じゃないと思うけどね。6番の方切って何、何って思わないかなと思うけどね。はい。いや、まあ、1番さん、バスッと決めてくれ。1番のプレイヤーは発言してください。うーん、いや、むずいな。8番がオオカミだった時って初日に5番に投票してるから、うん。 5を消したくはなるが7番もえっ、ー、と1日目の段階で霊能が潜伏してるからもう8ずりでしかないよねって言って8ずりをさらに加速させたからないやむずいなこれミスったら6強靭うん十分あると思ってる9は村だと思ってるから普通にミスったら負けだと思ってるからあーいやーマジか <laughs> ここで自分が決めんのか5番かなと思ってるけどな今日の発言で今日の発言で自分から釣り飲めるって一回一瞬でも発言すること自体がありえないと思ってしまうからまあ単純に5いくかな自分はじゃあいや9は自分の意思でやっていいと思いますけどね まあ一応念のため7とは言い換えたか最後うーんいやー本当に難しいと思いますよもう基本的に3六だったら強人っていうか2の2ってうん落ちなかった村で落ちてんのかなと思うから PP だと思ってるから あ,あどうだろうな。基本的に5か7でいってください。で僕は今のところ5位5かと思いますがまあ9番は自分にあの好きなようにすればいいと思いますよ。9に6に殺される可能性あるなこれ。 5番のプレイヤーが選ばれました5番のプレイヤーは発言してください。はい、終わんないですね、スムラですね。いや、俺6球にああ、6番強人だったんだ。いや、俺さすがに6番強人で <laughs> あんなうなんだっけ えっと、7ずりってできるん違う違う、2ずりってできねえと思ってたんだよな。だからさすがに俺6強じないと思ってたけど。あー、マジか。あー、ごめんなさい。だったら申し訳ない。俺、ほぼほぼ2で落ちてると思ってたから。だから、まあ、ワンチャン6級に人狼が強じるのをかけたかなのかなと思ったんだけど。うん、だから俺、地釣り飲んだ。あ、地釣り、飲んでないけどね、一応。えー、257で終わると思うから、7から行ってくださいって話をしたんだけどね。 あ申し訳ない、これに関しては、うんと。7番さんに、一応7番さんにアンサーしとくと、まあ、7はローだから関係ないんだけど、7番さんにアンサーしとくと、えっと、2は8よけたっていうのに関しては、俺もそうだけど、でも7に行く理由が弱かったって俺ちゃんと言ったから、ね、1週目。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。 人狼は目を開けてください。さすがに二が狂人はないでしょう。五も狂人ないでしょう。勝たせてくれたイオンが。初日いらないずれやっぱ弱いね。 いやー潜伏令の最強なんだよなー朝が来ました昨夜死んだのは一番。 6番のプレイヤーは発言してくださいとりあえず自投票しますいやマジであのまジで2番かと思って俺2番投票できなかったからあの時放棄したんだけどそのまあその後三3番かまれたから俺視点ってのは狼が好きだから8が狼オ起点で考えた時ってのはやっぱり5番に投票してるってのがやっぱりあげたとして薄いと思ったしてな感じっすかねいやよかったっす7番さんありがとう7番 のプレイヤーは発言してくださいはいじゃあまあ、いいか6に入れます9番のプレイヤーは発言してください投票を始めてください違う私じゃありません何かの間違いです 6番のプレイヤーが選ばれましたーゲーム終了人狼の勝ちですじ事。誰もいね 4番さんい,7番ですいや,いやあの一応ね作戦は考えてたんだけどな。どういう作戦だったんですか最後に要するに8番が狼だった場合って自分が最後に出ることによって「あ8つらなくてよ,ってよかった」って8からずらした。 人物が狼だっていう講座しようと思ったんだけど、ただ、最終的になるところだなと思ってたら、まあ、2から釣られちゃったからね。ちょっとそれは、うーん、ちょっと言うのがね、八幡さんさ、あの、なんだっけ、残り20秒ぐらいでさ、切った、切ったったね、自分の中、残りね、数秒ぐらいで、で、あの、押そうと思ったら、八幡さんがね、20何秒ぐらい残して、あ、なんだっけ、 発見切っちゃったから、ああと思って、<laughs> あお手で押したって感じ。これは申し訳ないね。作戦、変わらまねってんの。<laughs> 上がって出ててじゃねーよてか、4番、<や>4番3目線さ、8ローに見えたの、うん、だって8ローしかないでしょ、あれって。いや、俺、4番3の意思だったら、マジ色見たくねえな、黒いところあ落としたいなと思うけどね。 4番のせいで9番でもいいから9番でもよかったろうって別に何もいいんだよ。あれはグレーテ見た方が強いし、盤面って。うん、<う>いや、だから、あの、なんだっけ、8番まで、いや、最初から出るつもりだったのよ。8番の最後に。いやだら、だったら出るやいいじゃん,、うん。だから、それはだから、なんだろう、人狼は自分をさ、黒縫いしたいわけでしょ。だから、なんだろ、8を2戦目で見るのはもちろんいいんだけども、自分の方にグレートに。 流れでや,やってくるかなと思って、まあ、結局のところあれだよね。まあ、占いについそうだね。うん、最後の最後で出る作戦だったんだけど、これは完全にダメだね <laughs>。いや、片城が絶対疑われ地に入っちゃうから、俺も占って、城を証明をしてほしいけど、強人だ強人だ言われちゃうし、狼一 <laughs> は7かなと思ってたけど、その説明はまあ、弱かったけどかな。 そうだね、そこら辺は俺も見せてたけど、そもそも3番だって、鶴市って絶対グレーだからね、グレーっつって自分の占い地を攻めらめた方が100強いし、8オカミ来てんだ場合って8番って9番にしかオカサ当ててねえから8、9のオカミって見えないだろうしね、3番の占い地も微妙だったけど、うん、そうに占ってほしかったんだよな。てか、あまり2がオカミっぽく見えなかったから、その段階とほぼ、なんだろう、2番で釣れるんだよね、ほっといても。 だからこそ5番、うん、7番どちらかに占いを飛ばすべきなんだよ、あの段階って。あまあ、あまね。ただ、えー、俺目線は9の黒ってなかったから、隠し白できれば、もうほぼほぼ大丈夫なんだよね。うん、9、村目線も9黒いと思ってる人いなかったから。ななんだろう、なんか、八の狼起点でもっと占いは考えた方がよかった,ってくれた方がすごい助かったなと思ったけど。ね、あのー、あれですよね。 さんサンバーさんは結局白圧迫って言ってたけど何の白圧迫にもなってなくて白圧迫するんだったらグレー釣れよって話ですからねそういうことなんだよね,ねまあいいやうもう一回やりますかマスターになっちゃったんだ